蛋糕作って做，所以ケーキを作って做蛋糕。くださいませんか？能请你做吗？能请你帮我做圣诞节的蛋糕吗？请汉字小师念过一遍。クリスマスにケーキを作ってくださいませんか？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 好，接下来我们看第十个例题。何か面白い話をしてくださいませんか？何か卡是表不确定的，就是有没有什么啊？面白い就是有趣的，話就是说的话，所以有趣的事情、有趣的话。して是します的提醒，してくださいませんか？能不能请你说一些有趣的事呢？请汉字教师念过一遍。何か面白い話をしてくださいませんか？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 好，接下来我们看的是对话练习，请看第一个对话练习。好，第一个对话练习 A 说：“きれいなスカーフですね。”きれい是美丽的、漂亮的。好，本身是一个な的形容词、形容动词，所以连接名词要摆な。きれいな。スカーフですね。スカーフ呢就是我们的丝巾，真是漂亮的丝巾啊！请汉字教师念过一遍。きれいなスカーフですね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 。好、B 回答。ありがとうございます。谢谢你。好、因为人家跟他称赞了、所以要他回答、谢谢。先生がくださったんです。好、是老师针对我给我的。所以先生がくださったんです。把原本的くださいました变成んです的状态。所以变成了くださったんです。表示呢不是我买的而是老师给我的。谢谢是老师送我的。请汉字教师念过一遍。ありがとうございます。先生がくださったんです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 。好、接下来我们看第二个例题。新しい CD ですね。買ったんですか？好、A 問说、是这一个新しい新的 CD ですね。是新的 CD。買ったんですか？那是你买的吗？用んですか来问这个对方哈，所以把買いました变成買った。買ったんですか？你买的吗？新的 CD 哦，买的吗？请汉字教师念过一遍。新しい CD ですね。買ったんですか？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 好、B 回答。いいえ、部長にいただいたんです。いいえ、不、不是的。部長に、部長。你是你所得到、所拿到的对象。いただいたんです。从这个いただきます、变成了他形。いただいたんです。不是、是从部長那里拿到的。请汉字教师念过一遍。いいえ、部長にいただいたんです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 。好，接下来请看第三个对话例题。好 ，A 说：“日本へ出張したとき、担当の方に親切にしていただいたんです。”日本へ A 是表前往的方向，日本日本。出張したとき出差的时候，出張是出差 ，toki 是表示后，所以出差的时候。担当の方に表示这一个担任的这个人员，就是当地的这一个负责的人员。